あ、降る。お、ちょっと待って、痛いなぁ、もう。えい、燃やせ、あ、バツ、あ、あれ、バツ、えい、からの開始、あれ、あ、リロードしなきゃなのか。よし、押しても結構食らっとるやんけや。どこ行ったらいいの、あれ、行き止まり？ん？あれ、今なんかなかった。あ、出た。もう、いや、どこ行けばいいんだ。あら、ここ？なんか調べなきゃいけないのかな。違うよな。どこ行けばいいんだ。ああ、調べる。取れそうだ。取れそう。普段その素手じゃなくてそのナイフで戦おうぜ。スニークキルの時以外もさ。扉の開閉スイッチになってる。おー、外せば開くんだ。お、なんだろう、ここ。お、ん？ん？なになに？開いた。あ、鍵。お、また手記か。教会地下の手記。助けて、鉄のぶつかる音、またあいつが来る。どこまで逃げてもずっと追いかけてくる。助けて神様、助けて。鉄のぶつかる音。えい。チェックポイントいちいちあの音なんなくていいっすよ、マジで。ジョセフはどうなった？死んだか。はあ。なんすか？撃つ。あ、殴ってもよかったのかな。失敗。また無駄弾使っちまったぜ。ピアノの音、あの奥かな。ちょっとその前にちょっとなんかないか調べさせて。うん？いやー、あのマークだ。これは一体なんだ。うわ、よし、ちょっとお姉さんに会いに行こう。ああ、あれ、
いやーなんだ、6900か。大したレベルアップできそうもないな。なんもない。リリーの誕生カードだと、リリー・リン・カスティアノス、2006年7月18日午前9時56分、7ポンド3オンス、14センチ。うん。で、まず読めと。心配性でいらっしゃるようね。あ、はい。教会地下にカタコンベ。カタコンベってなんだ。教会地下でカタコンベ発見、司祭眠りを妨げるな。誰が管理していたのか。崩落した床を修復中だった従業員がシダーヒル教会の地下に人工の通路を発見。彼はミイラを見て、あれか。教会は冒涜であると専門家の立ち入りを拒絶。あれか。ミシング。クリステイラー。建設会社の作業監督。床が崩落した教会で修復作業所に姿を消す。作業は完成直前で落下事故の可能性は低い。クリステイラー。うん。今回特になんか何もない。あ、そうだ。鍵を2個ぐらい持ってんじゃないか。ここ、あれ1個しかないか。お、これなんだっけ。これか。あー、撃っちゃった。バカじ。なんで撃ったの。あと6発あんのね、オッケー。ふう。そういえば地図が、あ、片付けられてる。全然埋まってねえな。これもう全部埋めるったらどうなんだろう。俺がよっぽど見逃してんのか、この先まだまだ続くぜって感じなのか。結構でももうあれだよね。あ、まあでもそうか。チャプター何まであるんだろう。ライフゲージが2万、次2万5千か。相当先だな。注射回復量。うーん。いやー今頼れるのハンドガン。ハンドガンになっちゃってきてるけどな。ショットガンの弾があんまりないっていうか、俺が使いすぎてんのか。うーん。あー、相談数もうちょっと上げる、これ。ショットガンの弾。スナイパーライフルがなんかやたらと今弾出てるけどな。どうなんだろう。あー、注射器な。注射器どうしよう。注射器増やしとくかね。そうしよう。セーブ。よいしょ。さて、これな、開かないのかな、これ。これだよな、これ。お、調べるマークが出たな。なんだこの四角、なんかはめるんか。ここか。ここか。何が。ああ、なんかさっきはず、おお、何。あ、ちあああ、さっきの、さっきのあれが開いたんだ。どっちから行くべき。なんかいない、あれ。
水？蒸気？あ、なんかデンジャーなマークがついてるけど、これ何？これで閉めるとか。デンジャーガスが止まりました。行って大丈夫？いやーん、これいつから燃えてるん、これ。はーい。いやーもう勝手に閉まるシステム健在。見えん、なんだあれ、首つってる、首つってる系男子の横に、あれは爆弾。はあ、何、見つかった俺。来てるよね。来てるよね。あれ来てない。全然見えねえ。来てねえか。うわ。戻ってた戻ってた。へえ、また来たまた来た。あ、見つかった、これ見つかったかな、さすがに。あ、ちょっと無理無理無理っす。あっち行こう。ちょっとこっちから行こう。ちょっとあんまりいけてる武器がなしよう。ショッツルが2発だもんな俺。そりゃ厳しかろうぜ。こっちは、こっちは比較的セーフティーな感じで。お、明るい。こっちは行き止まりかな。はい。うん、ふん、ん？おう、罠。ゴッツ罠。これ何？あ、罠のあれ？これから仕掛けようとしている罠的な？え？なんすか？なんか、ん？何の音？あ、あ、お、お、3つは嬉しいです。いろいこれは明らかに動くと思うんだけど、下は何もないね。あれが下がるとその上に何かが、あ、これなんだ。あのゴマスリの害虫は私の研究を食い物にした。誰だ。どうやって金庫の番号を知ったのか調べなければ。だが今そんな時間はない。あともう少しなんだ。あのデータは渡さない。あれは私だけのものだ。ただ一つの方法は次に金庫を開けた者に代償を払わせること。お、なんか罠か。うーん、金庫に気をつけろ。ちょっと待てよ。なんかない。なんかある。からの
これ動くでしょ、どう考えても。うぃー、上がる。へえ、もう一回やれんのこれ。で、乗る。上になんかあるんじゃないの。あれ、あ、そこまで上がんねえのか。なんかないの。こっから、あ、あ、違うか。わあ、これ何？あのマークがびっしり。何のマークなんだろうな。チュー！おお！前転できるんだ君。裏に何かないか。いやー、見えないすぎる。えい！あいー。はい。いやー、めっちゃビクッとした。これ何、戻れないのこれ。戻していただけない感じですかこれ。あー、なんか罠チックな、そのなんかワイヤーが張ってる感じがすげえすんだけど。あれ？このなんか浮遊物、これはあれじゃないの？この近くにレスリーが、レスリーさんがいる感じじゃないですか。違う？なんだろうあれ。あの明らかになんか動きそうなものが、あそこに。はい。なんだべ。何の音？これだよ。これ何？絶対動くでしょ、これ。あれ？これどうやって戻る？ああ、戻れる。あれなんだろう。ちょっと撃ってみる。あっ、絶対動く感じだもんな。えっ、当たったのね。こっからっすか。マジっすか。まあ、マジっすかって、もうほとんど進んでねえか。はい。ここか。ここです。回収。あ、出るアイテム違うんだね、毎回ね。今更だけど。いやー、ショッツルガン5発は嬉しいな。これ一応もう一回聞いといた方がいいな、これ。あのゴマスリの害虫は私の研究を食い物にした。どうやってその番号を知ったのか調べなければ。ただ一つの方法。これを解除。開けたものに代償を払わせることでしょ。で、これえ？あれ撃ったらじゃも すごい遠くから撃てばいいのかしたら。ここだったら大丈夫？あれ？おほう。おほう。
上がってる上がってる上がってる。えっ、え、ちょっと無理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 、痛い、ちょっとリロリロ、何入ってんのお前、ちょっと無理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 、これショットルガン使った方がいいのかな、ブシャーってなった、うん、はあ、うん、怖い、え、いやー、どこに出たこれ、はっ、チェックチェック、ああ